どうも、ヤビタウンです。ちょっと今日の動画ですね、皆さんにコメントの方をぜひ書いてほしいなって思って、撮っている動画になります。はい。じゃあ何人のコメントが欲しいかって言ったら、お盆どうでしたかっていう、お盆のうどん屋さんの行列ってどうでしたかっていうのを、なんかこう単発でこここんだけ混んどったみたいなのがツイッター、元ツイッターの X で情報とか見たりするんですけど、なんかその情報を一躍ガッて集めれたらめっちゃおもろいなっていうか、その来年以降とか、次の長期連休とかの参考になるなと思ったので、ぜひ皆さん、この期間うどん屋さん行った方、いついつ行きましたとか、いついつどこ行ってこんくらい並びましたみたいな情報があったら知りたいなと思って、はい。でっていう、あ、ちょっとじゃあ喋るだけやったらあれなんで、とりあえず今ガリガリ君買ってきたんで、ガリガリ君食べながら喋ります。いつもアイス買うとしたら僕はガリガリ君です。当たるかもしれないんでね、過去1回だけ当たったことあります、はい。100本に1本ぐらい当たりますかね。で僕はそれこそ長期連休の時とかもうほんとね、行かないんですよ、うどん屋さん行かない。もう撮影も もちろん行かないでしょ。コム県行ったらまあ迷惑かなって思うのと、まあ普通にプライベートでもそんな行かないかなっていう、結局やっぱ香川県民って並ぶのを嫌いな人が多いんじゃないかな。でもなんかまあお接待じゃないけど、誰か親戚の人が来た時にここのうどん屋さん連れて行きたいなとか、そういうのはあると思うんで、絶対に行ってる人はいると思うし、僕の動画の視聴者さんも全然香川県民だけじゃないと思うので、ここ行きましたっていう情報めっちゃ知りたいんですよ。めちゃくちゃ知りたい。でどういう風なコメントの書き方をしていただけたら嬉しいかなって思って、ちょっと僕サンプルで1個書いてみます。というか書いておきます。例えばなんですけど、今日お盆って言っていいのか分かんないんですけど、8月の17日の木曜日、うん、ジルイロお盆、一応16日までが暦っていうか、まあ一般的にはお盆って言いますよね。まあでも人によっては連休にするために、17、18とかも休んで、20の日曜日まで休むっていう人もおると思うんで、まあ一応この期間はいいかな。いいかなっていうか、お盆として換算してもいいかなって思って、8月の17日木曜日、高松市、信屋に行きました、僕は。はい。ということで、8月17木曜日、信屋、天候雨とか、雨やのにみたいな。雨で、オープン11時に対して、11時15分ぐらいに行ったかな。に行って、駐車場ほぼ満車でした。そうって思って、そんなに多いんだって思いました。っていうかオープンが11時なんで、うん、オープン直後って結構混むって言ったりするんで、まあそれもあんまりタイミングも良くなかったんかなとは思うんですけど、うん、うわめっちゃ混んでました。で基本的にもうずっと注文口には誰かが並んでるっていうような状態が食べ終わるまで11時半ぐらいまでは続いてたかなっていう感じですね。で駐車場入りそうで、うわ駐車場いっぱいやんって言って帰っていく人とかもめちゃくちゃ多かったんで、まあなんかまあざっくりそういったこういう様子でしたよみたいな言ったところに対して教えていただけたら嬉しいなと思います。で実はですね、僕数日前に善通寺市のかのかさん行ったんですよ。これね、お盆始まって最初やったような気がするな。8月の12日じゃない、最初8月の11日ちょっと忘れた、日付はちょっと忘れたんですけど、大体その辺りに善通寺の永田院かのかさんに来ました。でこれ行ったって何をしに行ったかって、別に撮影しに行ったわけでも食べに行ったわけでもないんですよ。うん、お盆に入る前に実は食べに行ってて、だけどその時にサムネイルっていうか写真、僕いつもお店の外観を撮ってんで、そこの横に文字とかを載せるっていうような形でやってるんですけど、あそれ撮ってねえやって思って、それ撮ってね今日アップロードするのにっていう感じやったんで、とりあえず撮りに行くだけ、食べはしないんですけど、ちょっとお店の様子、あそれこそお盆の行列ってどんなんやろっていうのも興味本位で、まあほんと一瞬行って一瞬撮って帰ってっていうような感じで行こうって思って行ったら、ほんとねすごかったんですよ。ほんとすごかった、ほんとすごすぎてその一瞬だけちょっと動画撮っちゃいましたもん。びっくりしました。あれで警備員さんと実はちょっとその時喋って、で何人ぐらいいるんですかって言って聞いてみたら、多分150人ぐらいじゃないかなっていう風におっしゃってて、
で、まあ2時間ぐらい待つんじゃないのっていう風にね言われてたんで、それをごそっとサムネにも使ったし、その情報をタイトルとかにも使わせていただいたっていう状況だったんですけど、本当にね人気店やっぱそうなるんですよ。すごいですよ。でそれを踏まえた上で、あ、そんなに並ぶんやったら日傘用意しようとか、うわ雨の日の方が逆に客足減っていいんじゃないのとか、なんかそういう情報を共有できたらいいなと思って、あとね僕ごめんなさい、お盆期間中もう1店舗行きました。多度津にある池子うどんさんに行きました。池子うどんさんオープンして すぐはなんか混むっていうイメージが僕の中ですごいあったんで、オープンが確か10時やったかなのところを、11時ぐらいに行ったのかな。で駐車場は、結構満車っていう感じで、満車って全部埋まってるですやから結構とかそういう概念ないですよね。満車近いっていう感じでした。はい、残り5台ぐらい来たらもう埋まるかなっていう感じやって、まあでも5台分逆に言ったら空いてるってことなんで、それ入って、で中入ったらでもね意外とその席全部埋まってるっていうわけじゃなかったんで、全然それはいけたんですよね。うん、で出る時も結局もうずっとその結構多いなっていう状況が最後まで、11時半くらいまでは続いてたんかなっていう感じやったと思うんですよね。はい、っていう状況でした。ハモうどんは家族で行ったんですけど、ハモうどんは食べれました。はい、3食その時食べました。っていう情報を知りたいなと思って、なんかシャレってやっぱりガリガリ君ちょっとあんま進んじゃないですけど、まあ当たりか外れかだけ見ててもらえたらっていう状況です。はいはい、ということでぜひ皆さんでコメント欄、僕の動画のコメント自由に書き込んでいただいて、もうざっとでいいんですよね。っていうか逆にこだわり麺はこうだったよとか、小金さんこうやったよとか、なんかそのいわゆる超行列ができるお店以外の状況も逆に知りたいなと思って、てかみんなうどん行きました？それともやっぱり香川にいなかったですか？そこもすごい気になりますね。雨でね、僕も基本引きこもってたんで、雨の日はどうしてもねオープンになりますよね。でこのお盆期間中に実はイラストを描いてくれて、畑豆腐さんっていう僕が原付に乗ってるイラストを描いてくれてる方が、全然話変わってます今うどんの話か一回それで、イラストを描いてます。こんな感じです。めちゃくちゃ良くないですか？今僕が乗ってるバイク、ヤマハ発動機の SR400 に乗ってるバージョンの、こういったのを描いてくれました。でなんでこれを書いてもらったかって言ったら、僕ねいつもステッカーちょっとね、あもう今在庫ないんですけど、10センチ丸のステッカーを作ってるんですけど、これって意外とねもらってもどこ貼ろっかって結構なりがちやなって思ったんですよ。思った、それすごく思ったんで、ちょっと今度ちっちゃいステッカー作りたいなっていう風に思ったから、ちょっとイラスト書いてもらったっていう感じなんですけど、こんな感じで僕携帯の裏クリアケースにしてこうやって挟んでるんですよ。これラーメンスズムシさんでしょ。でこれサウナのどこやったっけ、よく忘れました。これサウナのステッカーでしょ。でこれ手打ち麺大島さんでしょ。でこの下にちらっと見えるのが瀬戸バレさんでしょみたいな。でこれねすごいいいなと思って持ち運べるじゃないですか。しこれこうなんだよっていう時に帰って帰って、取り出して見せれるじゃないですか、重ねても。早くおしずむしさんとか、なんかそんなして持ち運べた方がなんかそれこそおすすめとかも してもらいやすくなるんかなとか思って、そういうの作りたいなっていうふうに思ってます。もしうまいことできたら今度販売みたいな形でできたらめっちゃいいなって思ってるんで、防水とか、防水じゃなくていいんかこれやったら、こういう用途やったら防水じゃなくていいっすよね、今思いました。の方が多分コスト安く抑えれるような気がするんで、ちょっとまあそこいろいろ検討してみます。とはいえ防水の方がいいんかな、わかんないですね、わかんない、剥がれちゃうかもしれないしね、もう実際外に貼るんだったら。こっちは何も貼ってないんですけど、
はい、一応そういう風に考えています。今それをちょっと業者であったりだとかデザインとかをちょっとどうしようかなって悩み中です。はい、でじゃあちょっとまだコメント欄ちょっと今回、うどんの情報とあともう一個ねおすすめしてほしいのがあって、韓国にうどんタクシーさん、韓国にうどんタクシーさん基本、ソウルかな、ソウルあたり行こうっていう話で今やってるんですけど、ここ行ったらすごくいいよみたいなおすすめをしていただけたら非常に嬉しいなと思って、もし知ってる方いたらここのここすげえいいよって教えてほしいです。この前ヒルナンデス見てたらフワちゃんがタコの踊り食いしてて、うわこれ行きたいって思って、まあ行けるかどうか分かんないですけど行きたいなとか思ったんで、なんかぜひそういう情報があったら、特に面白い感じのことがあったらぜひ教えていただきたいと思います。でじゃあこれラストの話題にしましょう。香川県のマスコットキャラといえば、香川県でやってるマスコットキャラといえばうどんのくんですね。はい、うどんのくん、こんな感じでコラボの、イラストとかも描いていただいたりしたうどんのくんが今ユルバースっていうなんか投票、ゆるキャラの人気投票が、メタバースとかっていうまあなんせ人気投票やってるんですよ今で、毎日投票したら1票で、期間が何ヶ月かあって、僕毎日今投票してるんですよ。でこれさ、めっちゃ面白いなって思うのが、なんか香川県のキャラが日本一になったらめっちゃ面白くないですか。うん、はっきり言ってもうめっちゃ面白いなって思って、でそっからなんかそれがピックアップされて、またねさぬきうどんブーム再来とかなったらめっちゃ面白いじゃないですかって思って、僕は毎日投票してるんで、もし皆さんもメタバースっていうか多分携帯電話があったらできると思うんで、ちょっとぐらい応援しちゃうかとかいう気概のいい方がいましたら、ぜひ一緒に応援しましょう。これもう派手ですよね。ダメでした。はい、今日はごめんなさい、こういうなんかちょっと緩い動画を撮ってみました。メインでやってほしいのは本当に長期連休のうどん屋さんの混み状況、これを僕は知りたい、すごく知りたいです。バカイチさんとかね、すごいじゃないですか。山越さんはもう休んでたかな、ガモさんも休んでますよね。うん、手打ち麺屋大島さんとかどうだったんでしょうね、どこまで行列ができたんでしょうね、何人ぐらいいたんでしょうね、何時間待ちなんでしょうね、めちゃくちゃ気になります。はい、ということで逆にここ自分すごい好きだけど、すげえすごいスムーズに入れたんで10分待ちぐらいやったんでおすすめですよみたいな、そういう情報すらも知りたい、全て知りたいです。はい、ということで、ぜひこの動画は皆さんコメントを残していただけたらめちゃくちゃ嬉しいなって思うので、ぜひコメント、書いていただければと思います。はい、今日はガリガリ君の動画でした。ということでそれではまた、明日うどんの動画しますんで、ぜひ見ていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。1, 2, 3, 4.